こんにちは、むちこです、本日はうさフェスタ2022年に、行ってきました、11月20日4部の14時からに行ってきました。で、今日買った購入品といただいたサンプル品のご紹介をしていきたいと思います。カラー順に、紹介していきます。こちらですね、グルーミングスプレー、本商品まるまる1本いただきました。すごいですよね。グルーミングの時に、こちらをうさちゃんに、吹きつけてから櫛で溶かすか、もしくは自分の手のひらに、吹きつけて、うさちゃんにつけてグルーミングするといいそうです。こちらね、詳しくね、やってる動画はまた別で撮っていきたいと思います。6ヶ月以内に、使ってくださいとのことですね。開封後はなるべく涼しい場所に保管し、6ヶ月以内にご使用ください。微生物が沈殿しますので、よく振ってからご使用くださいとのことです。あ、ごめん、じゃあ振っていきます。みーちゃんにね、今日まず直接スプレーしていきたいと思います。はい、嫌がってます。あ、はい、みーちゃんグルーミング大嫌いなのでやっぱり嫌がってました。はい、もう多分今機嫌悪いんでね。みーちゃんごめんね。みーちゃんペロペロしてください。お腹にいいみたいですからね。はい、ありがとうございました。みーみー、はい、でこちらは購入品ですね。うさぎのしっぽさんで購入しました。この中に、種と土と入ってたと思います。ちょっと昔購入したことあるのでやったことあるんですけど、自分で栽培してオーチャードグラスが、栽培できるっていうものですね。これまたね、今度ねできたらいいなと思います。これね、ちゃんと生えてきたらうさちゃんとモルちゃんに食べてもらいたいので、それもまたね動画で撮れたらいいなと思います。はい、次行きます。こちらもね、さっきのグルーミングスプレーと同じ会社さんでいただいたサンプル品なんですけど、これも本品かな、本品っていうんですか。これね、うさちゃんの飲み水の中に数滴垂らすものなんですよね。そうすると納豆菌が取れるということで、腸活流行ってますよね。うさちゃんもね、きっと腸の健康は大事だと思うので、これこちら与えていきたいと思います。確かね、液体は透明です。お水の色に色がつ、お水に色がついたりはしないです。これね、もらえたのラッキーですよね。本当にありがたいです。次はですね、こちらすごく、私普段あんまステッカーとか購入しないんですけど、こちらの絵はすごく気に入ったのでステッカー3枚も買ってしまいました。お値段もね、安かったですね。1枚300円ぐらいでしたね。はい、トゥインクルハートさんですね。この絵がすごく気に入りましたね。これうちのね、みーちゃんと同じブロークンオレンジの垂れ耳ちゃんなんで、かわいいなと思いましたね。今プーちゃんここで、プーちゃんお散歩してますね。プーちゃん、ほら何してるの、かわいいね。はい、で今日買ったのはステッカーと、あとですね、こちら、これは今日はですね、撮影するときにうさぎさんの T シャツ着ながら撮影したいなと思って T シャツが欲しかったんですけど、気に入ったやつ他にもあったんですが、
それはサイズが、私が買いたいサイズが売り切れてたので、うさぎのしっぽさんで購入しました。これ T シャツかな、ロン T だとね、長袖だったら嬉しいですけどね、多分 T シャツですね。 T シャツです、グレーね、可愛いですよね。やっぱうさちゃんモチーフの洋服欲しいですね。集めていきたいと思います。はい、次はもう買ったものはですね、オーダー品を注文してきました、ミミピョンさん、ミミピョンさん、山のうさぎさん、これショート動画で、こちらのブースの動画を撮らせていただいたので、ショート動画の方で流しますが、陶芸作家さんですね。すごい可愛い商品がたくさんありまして、色とうさぎちゃんの種類を選んでオーダーできる、うさぎの餌皿にもできるお皿をね、注文してきました、そしたらおまけでこちらのうさぎさんのブローチかな、いただきました。ありがとうございます。もうサンプルが多いですかね。これ有限会社ウーリーさんからいただいたものです。メーカーさんのブースもたくさんありましたので、サンプルを少しいただきました。これもね、買ったことありますね。これも食べさせたことあるし、これはないんでね、ちょっと楽しみですね。これも初めてかな、ね、うちうさちゃんいっぱいいるんですぐなくなっちゃうんですけど、あとですね、イースターさん、イースターさんだったかな、イースターさん、株式会社イースターさんのブースで、サンプルいただいたんですけど、こちらもですね、ビートヘイの種と、栽培するとビートヘイが生えてきて、うさちゃんたちが食べてくれるっていうものですね。はい、育てていきたいと思います。はい、でちょっと紹介したかったのが、アリメペットさん、ペットさんじゃありません、アリメペット大好き、こちらね、小動物の乳酸菌のタブレット、サプリメントなんですけど、ちょうどね、今日現品が私 Amazon で頼んでたみたいで届いたんですよね。こちらすごくね、いいものだと、前回うさぎのうさフェスタに行った時にですね、聞いたもので、これはずっとうさちゃんに与えてますね。はいはい、本日ですね、今日いただいた、サンプルの中にあった良質素材さんですね、こちらのペレットの特徴としましては、コエンザイム9点、ケール、安定型ビタミン C、 プロポリス、リグノセルロースが入っているそうです。やっぱりね、お腹の健康維持に配慮とのことですね。あ、1位はケールは、うさぎさんのみに配合されていて、良質素材のモルモット用にはビタミン C が配合されているそうです。はいはい、すいません。じゃあ、あとですね、ウーリーさんの方にいただいたサンプルの中に、サプリメントが結構入っていたのでね、こちらのご紹介もしていきたいと思います。アクティブ E、 うさぎのしっぽさんで販売されているものですね。こちらはですね、私製品持ってまして、うちのうさちゃんみんな食べてくれます。美味しいみたいですね。寒毛期ちょっと心配なんで、特に重点的にうちのうさちゃんに与えておりました。これは食べない子いないし、ロイヤルちゃん、モルモットの、子も食べます。はい、でですね、うさぎの乳酸菌、やっぱ乳酸菌関係の商品が多いですね。乳酸菌、こちらもね、昔使ってたので、食べるの分かってるんですよね、うさぎのしっぽさんの乳酸菌ですね。どっちがいいのかっていうのはちょっと分からないんですけど、まあ、生きて届かないと意味がないって
書いてありますね。そりゃそうだって感じなんですけど、じゃあこちらの商品は生きて腸に届かないのかと言ったらそういうわけでもないと思いますしね。こちらは乳酸菌を生きたままの状態で乾燥させてサプリメントにしたというふうには書いてあります。これもうちの子食べます。あとはですね、気になったのがこちら、うさぎの力ですね。これは食べさせたことないんですよね。お試し品なんかね、パッケージが人間のものなのかうさぎのものなのか私ちょっとわからなくて、どっちだろうと思って、いや、うさぎさんのものだったみたいですね。これをね、ちょっと今日またみーちゃん、食いしん坊みーちゃんにちょっと食べてもらおうかなと思います。どういった商品なのかな。で、アクティブ E を上げた後は2時間以上空けることを推奨しています。ウサギの力より力の力がいいそうで、力の力を与えるんだったらウサギの力は必要ないそうです。他のサプリメントアクティブ E などと、兼用する場合は2時間ぐらい時間を空けて与えてくださいとのことです。なんかね、高齢ウサちゃんにいいんですかね。そんな気がしますね。ちょっと健康なウサちゃんには特にあげなくていいのかな。あげといた方がね、いいのかもしれませんけどね。はい、我が家にはですね、今高齢のウサちゃんというのはいないんですが、ちょっとだけ歯の病気と目ヤニが出るみーちゃんがいるので、ちょっと一錠与えてみたいと思います。はい、どうぞみーちゃん食べるかな。ウサギの力です。これあ、食べてる。はい、食べてますね。あ、落とすかな。